繊維は香りを楽しむだけではなく、スキンケアにも使えます。今日は老化肌におすすめの精油をご紹介したいと思います。まず有名なのはフランキンセンス精油、そしておすすめはネロリプレミアム精油です。今日はこちらの2種類の精油を使って美容液とナイトクリームを作ります。まず美容液から作ります。こちらはローズヒップオイルを用意しておりますが、その中に最初にネロリ精油を加えます。続いてフランキンセンス精油を加えます。ボトルをよく振っていただきまして、これで完成です。次に同じようにナイトクリームも作ります。お化粧品に入れる場合ですが、全体の 1-2% を目安に精油を加えていただくといいです。ではフランキンセンスを加えます。続いてネロリ精油を加えます。よくかき混ぜてください。精油を使った化粧品作りお楽しみください。